反作用を利用する、自分の体の中に引き込んで利用する。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。朝山石霊界チャンネルです。先生、はい、本日は今日は打ったハンド、打たれたハンド、ハンドを持ってね、反作用を利用する、これもね、棟梁に結構出てくる使い方なので、それを今日ちょっとやって重点的に、はい、よろしくお願いします。先生、今のはかなり刀に衝撃がきました。はい、どういったことでしょうか。今のは稽古のメインはね、はい、抜くっていう、抜く、うん、抜くっていう稽古なんですね。はい、避けるみたいな。そうそうそう、こう抜く、あ、この部分ですね。そう、はい、で今日のテーマで言うと、はい、稽古場のおまけの方がメインになる。おまけなんですね。そうそうそう、太刀打ち落とすっていうね。はい、だから抜く、ここで左前になって、はい、連続的に左小手をこう振ってくる、狙ってくる。それをこう抜く、抜いて、そう、でメインとこう、ね、それで、わあ、平で作る、はい、衝撃、これ普通の方なら多分折れますね、折れるか曲がりますね、はい、まともに食らったら、はい、じゃあさっきのポンの反動で打つと、で棟梁の場合はそこで行くまでにいつの間にかこうなってる、で平で作る、で水月を突くとなってるけども、これは相手が反応して体の向きが変わったり。はい、そういうことがあっても平だと硬いとこでも隙間に入る、肋骨の溝に、うん、そう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 、だからもちろんこう突く練習もあるけどもね、はい、で今のはここ打った張り合いの反作用で手筋をパッとこう変える、こう打った瞬間にこう変える、それでそのままで、いつもやってる平正眼と逆の歯の向きになる、うん、あるいはこの手筋はこういうふうに切ることもまあ可能であると。応用もできる。そうそうそう。最短距離で切れると。首を払う、目を払うっていうね。稽古上こうなってるっていう。はい。はい。まあ打つコツ的なものって何かありますか。ああ。衝撃、やっぱり普通に振り下ろしたんじゃない感じだったんで。うん、これは綺麗にふわっとさ振っちゃダメ。あ、また違うね。やっぱりちょっと衝撃違う。太鼓叩くより。太鼓。太鼓叩く。太鼓か。どんどん。だからこの何もない空間をビューってやってもここにはそういう作用はないんです。そういう感じじゃなかった。そうだから左右の押して引き手で太鼓をトンって叩く、あ、そういう一点でここに持っていくわけですかね。そうそうそう、アメリカンクラッカーってあるじゃん、はい、昔のおもちゃで、はい、こうやつ、片っぽカーンって当たったら片っぽスーッていくでしょ、はい、それと同じような作用、うん、ここにカーンって当たったらこの太刀は下まで振り抜かない、ここで止めてるんだけど、相手の太刀がスコーンと、そっか、太刀は止まっていたその後行けるわけですね。そうそうそう、だからそれをシューってかっこよく振るように刀振ったんでは絶対できない。あ、振り方も違う。そうそうそう、先生この前教えてくれた方の時にちょっと引きながらやるとより強くなるっていう教えてもらいました。はいはい、前によります。こう打つ張り合いと引く張り合いでより勝利強くなる。そうだから、カラス飛びをこううまく使う着地の瞬間に、そうそうそう、はい、でこれがいつも小手打ち22箇条の中ではね、基本でやるけども、はい、打ち落とし後手っていうちょっと違う形ね、うん、上に抜いて打ち落としてる練習になってる、はいはい、今の打ったあとここ早いですね、多分今、うん、分かってるか避けてますけど、おそらくあれ避けられないぐらいの反応ですね。そうです、初見だと食らいますね。食らいますよね。で先ほどのは自分が打った張り合いの反作用を使う、はい、今度は相手に打たれた時の反作用を起こさせる。またなんかちょっと違ってたりするんですかね、はい、つまり、はい、こう打たれてでしょ、打たれてふわっじゃないんですよ。ああ、また違う。打たれたらさ、こっち力働くでしょ、はい、同時に反作用させる、向こうへ戻す力が。そうそうそう、あ、そこにもらうんですね。ほぼ同時にやる、はい、おお、あ、だから早いんだ。そうそうそう、自家発電してない。そうそうそう、こういう風に、あ、もう柔らかくしてる必要がある。そうそうそう、カウンター技みたいな。あ、カウンター確かに、うん、パパンと反作用させて、手首で反作用させる、で目に飛ばす。あ、これ目なんですね。目を狙う、そうこうですね、はい、はい、そう、怖いね、分かってればいい。分かってないと、はい、絶対当たるんです。そうですよね、交通事故みたいなもんだから。そうですね意図的に起こす交通事故みたいなもんでね、はい、しかもなんかこう打っ
った瞬間にちょっと前に出ちゃうと思うんですよ、ね、もう前に体重いっちゃったらダメですね、はい、よっしゃ崩れたって言ったらもう終わりですよ、スッとこう遅れるパンとこうこういうふうに跳ね返る、今のは最後の部分ですかね、そうそうそう打ち込んだ時の、はいはいはい、あ、なんかいろいろ足とかなんかいろいろ体の体操機も含まれているような感じでしたけど、今のも打たれた張り合いです、あ、これ打たれた張り合い、ただ今度は打たれた張り合いなんだけども、はい、打たれた時にね、相手の力これを刀に反映させるじゃなくて、はい、刀で当てさせるんだけども、はい、自分の体の中に引き込んで利用する、お当て先で反射させるんじゃないの、あ、体全体にこう受けたでしょ、はい、こう受けた時にこう来るわけじゃないですか、はい、ね、その時に軸を一点にする、で膝を柔らかくする、で駒だね、あるいはあのほら屋根の上でくるくる回ってるなんでしょ、風見取り、そうそうそう、はい、あれと同じようにこう巡る、ああ、そういう作用なんですね、それで霞に押し当てて切るっていう、ここあ、こう、はい、こうなってるんだな、はい、でこれだと2点があるでしょ、軸これだとこうなるんです、はい、それをやろうとすると、だから軸を1本にして、1本にしてこれを押されるのをこういうふうに、ああなるほど、この打たれたここだけで体全体を打つなんですね、で相手の霞に当たって止まる、体全体を打つって難しいですね、でこれあの初心者への伝授の方じゃないからそうですよね、そうそうそう、それ体さばきも、体現してやっとできるみたいな、そう、軸がうまく使えてくるなんないとできる、タッチだけじゃなく体の使いもそう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 、ちょっとやってみたいな、あ、うん、やってみて、ちょっとああ足使えてないむずっ、足固まったの、はい、なんか回れない、がっつり受けちゃったの、はい、一手にして、そうバランスが難しいって分かりますね、体を柔らかく、はい、膝をこうくつろがせて、うん、こう巡れないと、はい、でもなかなか使わない足腰っていうか、あ、そうかな、はい、でこうですよ、うん、打たれたここだけで体を動かす結構難しいですよね、そうそうそう、もらわなきゃいけないですもんね、そうそうそう、ぶつかんないってこと、要するにこう当たってるんでしょ、はい、でこうってやれたらそのままくるって回る、あ、くるって回れるぐらいの、うん、おい、そう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 、あ、それをここの接触でやってる、なるほど、はい、うん、これで、さすが先輩って感じです、あー、なるほどいや、失敗したね、今硬いね、硬いね、あー、ちょかった、はい、少しですね、そう、これ、体くつろがさないと、そう、うまくいかないぞ、ね、ガチガチやってるとダメ、だから本当に先生が言うふわりとっていうのができてないとできない、また一本にしてくつろがせるって難しいですね、はい、日頃の経過がやっぱりものを言うのかなっていう、うん、じゃあもう一回、うん、いいね、いいっすか、ありがとうございます、あ、じゃあ戻って、ありがとうございます、はい、めっちゃ恥ずかしいじゃないですか、いやいや、これがあの術理、実際足元がね大事なんです、足元が上に反映されて、はい、これが動くって、はい、先生、はい、本日もありがとうございました、はい、お疲れ様でした、やっぱり腕を蹴らなかったりするんでちょっと難しいですね、うん、体の使いも反作用ね、はい、相手の力を自分に引き込んで反作用させて刀に反映させる、はい、で結局のところは体、最初的に体にやっぱり使いない、そうそう、つまりこう握るでしょ、うん、とこの刀と手の接点ね、はい、ここも関節のうちの一つなんで、だからここが強く握って硬い人っていうのは関節が固まってる状態だから、だから自由に動かないんです、元の部分ですね、そう、体がリラックスしてもここがこうなったら意味ないですもんね、そう、だからここにね、うん、乗ってきた力を体全体を使って逃がして跳ね返すとか、そんなことはここが硬かったら到底できないことなんで、そうですね、やっぱ大事なんですね、結局こうやるだけになっちゃう、みんな同じになっちゃいますね、そう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 、はい、勉強になりました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、今回もご覧いただき誠にありがとうございました、チャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いいたします、あとメンバーシップとスーパーサンクス機能も実装しましたので、そちらもぜひ使っていただけたら嬉しいです、いやらしいです、ね、いやらしいです